こんにちは。医学書院という出版社の白石って言います。なんかすごいですね、こんなたくさんいらして、はい、全員買っていただけるっていうことですね。と聞いてます。多分冗談です。はい、今日は2人で、双鬱日記を作ったその経緯なども含めて、あと坂口さんが今どんなことを考えているかということも含めていろいろお話できたらと思います。なんか坂口さん、今ちょっと今日の健康状態が心配で薬を飲みたいと。いえ、毎日頑張って1日2回薬飲んで、ね、アラームかけて飲んでるんですけど。それは奥さんがアラームしてくる。いやいや、いつもだからうちの奥さんがやるっていうふうに話してたんですけど、もうじゃあいつも忘れて、あれ忘れちゃったってばっかり言ってて、奥さんがもう基本的にその携帯の奥さんにもう呼びかけてもらうことにしたっていうことで、普通にあの iPhone アラームと iPhone カレンダーとともに今一緒につけてますね。そうです、はい、あ、どうぞ。ごめん、もう飲んじゃいました。僕早いんですよ。あ、もう飲んだ。そうそう、10滴ぐらいで飲めるんですよ。あ、水はいらない。あ、いや、飲みました、水。あ、すいません、気がつきました。ちょっと興奮してました。はい、ですね、すごいですね。なんかすごいですよね、ちょっと嬉しいですね、うん、はい、実は何分やるんですか、これ。あ、何分やるんですか。あ、時間何分やったらいいんですか。45分ですね。前回もね、結構楽しくぶっ飛ばしましたので、はい、うまいこと。じゃあこの双鬱日記ができたわけですけれども、はい、私も編集しててこんな面白い本はなかったなと思うぐらい、こういろんな要素がたくさん入っていて、坂口さん将来きっと立派な人になると思うんですよ。死ななければですね。今言ってますよ。死ななければ。なんかまあ。うちの弟はね、むしろ、おんちゃん、今死んだらレジェンドじゃないかっていう話を、時々電話してくるんですよ、ね。はい。今最高潮である。今、まあ俺の中で、その彼の中では、今なんとなくピークだと。なるほど。はい、そういうことで、今死んだらいいんじゃないっていう。いやいや、これ本当に、はい、まあ将来ビッグになった時にですね。はい。基礎資料として生きるんじゃないかというふうに僕は思っていて、本当だったらね、こんな分厚い本作っちゃいけないんです。編集者としてはこれ260ページあるんですが、まあ、200ページぐらいに収めて1500円ぐらいにするべきなのかもしれないんだけども、やっぱり将来のあの坂口さん の, こういう人だったという母姫として、了解です、残したいと思ってこういうページになった。素敵な勘違いってやつですね。はい、そうですか。はい、500枚ぐらい書きましたっけ、これね。そうですね、これは実際は、4月の13日、14スタートじゃないですかね。14でしたっけ。あ、13かな、15じゃないかな。そうでしたっけね。あ、15ですね。4月15、お誕生日が13日、誕生日13日で、そうですね、ここに書いてないですけどね、この直前に、これ現代時代書いてましたっけ。一回書庫を書いて書き終わってるぐらいですよね。そうですね、そうだと思います。はい、何があったんだっけな、俺。なんかまずいことがあったんです。そうそう、まずいことがあって、まずいことっていうか、僕は養子を、養女をですね、受け入れるという話をして、女の子、しずくちゃんと呼んでたんですよ。女の子を、3月のだから、高校卒業と同時に、まあ、入れると、まあ、命の電話、まあ、ザ・ピークですよね。もうピークが僕にはいっぱい訪れるんで、その命の電話ザ・ピークの時にもうその、まあ、児童相談所、児童なんていうか養護施設に、まあ、自走にいて、その、まあ、今ねテレビとかでほら、そんなことはないっていうふうになんか問題が起きているらしいですけど、その自走でその、まあ、虐待を受けていると。で親は、まあ、統合失調症で、お父さんはなんか飲んだくれかなんかで、でどこも行けないと。でも、まあ、基本的その、まあ、僕そう状態マックスになるとほとんど自分と人と全く同じになりますから、その坂口恭平分子と思っちゃうわけですよ、向こうも。まあ、分子というか、まあ、原子ですよね。で H プラス H マイナス状態になっちゃうんで、ここちょっと水素となってちょっと社会に爆発した方がいいんじゃないかみたいになって、言ってること分かりますそれで、とりあえず、まあ、とりあえずもう
ちょっともううちで、もううちの家族になると。それで、でも、向こうも分かりましたということで、で、うちの嫁さんにも、その、まあ、新しい家族がちょっと増えたから、みんなでちょっと仲良くやってくれると。で、ちょっと嫁さんが、はぁとか言い出して、それでちょうどうち、この、ふーちゃん、子供できてましたし、ああ、それで、げんくんができてた、ね。そうです。それで、3月23日で、ちょっとその頃、その子が来て、で、まあ、これあんまちょっと公開してないんで、あんま言ってほしくないですけど、まあ、言っても別にいいんですけど、で、うちに来て5日後ぐらいで、まあ、薬を大量に飲んじゃいまして、そういう、まあ、そういったことがあって、24時間ぐらい寝てたのかな。それで、まあ、そういうことがありまして、ちょっとこれ、それで、まあ、児童相談所の人が来たんですよ。それで来て、で、まあ、実はそういう、癖っていうかそういうことが実はあると、うん、で僕自動その前にも児童相談所に行って、まあ、話をしてたんですけど、まあ、そういうこと全く知らずに、でもちょっと、まあ、坂口家のそのまあ家訓としてね、この死にそうな俺が自殺未遂せずに生きてる中で未遂をしたってことはもう感動だっていう話になって、5日後に感動するとか俺がまた言い出してですね、それで感動ってそっちですか、まあ、出てけ、そうそう、出てけと。それでで一応それで児童相談所の人も、まあ、そうですよねっていう感じ で一応そっちを引き取るとっていうふうな、まあ、行為がありまして、ちょうどその時風のお母様でいて、あ現場にですよ、もうぐったりな状態で、でそう状態で、まあ、そういうぐったりな状態とかを見ると、まあ、その僕の場合あの僕引きつけ起こしたりとか、転換の人を治すのがすごい得意なんですよ僕。そういうようなほとんど危機状態になると、ただのこう能面をかぶったこう犯人みたいなこう感じですね、ちょっとそこを上げてくれとか言って、こうハンカチをこうふーちゃん借りてこうハンカチを突っ込んでですね、こうまあこう解放するっていうのをよくやってたんですよ、ふーちゃんと一緒に歩いてるときに。よくあるじゃないですか、よくないですかね、タクシーの運転手さんがバーンってこう前の車にぶつかっちゃって、引きつけ起こしてかなりゾンビみたいに泡吹いたりするシーンがあるんですけど、この中で体験した方いらっしゃいますかね。そうですか、まあ、まあ、そういうこととかあるんですけど、まあそういう、まあ、とにかく、まあまあ、とにかくそういうことがあって、まあ、日記を始めると。そうです、だいぶ飛びましたけどね。それで、それでだからプーのお母さんから、そうそう、やめてくださいと、ちょっとあんたバカ言ってんじゃないのというふうに怒られまして、てかプーのお母さんもっと優しいんですけど、プーちゃんより優しい人で、まあ実際怒んなかったんですよ。でもちょっと今日もちょっとそれまずいんじゃないのって言って、で一応僕はですね、壁の向こう側で人が死ぬより壁のこっち側で死んでもらった方がいいんじゃないかという提案をしたんですよ。あ それそっちの方がちょっともう筋として合ってるんじゃないかと言いましたら、そのフーちゃんたちがこういうことしたやつの筋はそれはちょっと厳しいでしょって言って、あなたその一国のね総理じゃないんだからって言われて、あれ俺総理のつもりだったけどって言ってで、だんだん現実に戻ってって、えあなた信じてたのって言われて、え、それ総理大臣じゃなかったっけつって、で総理大臣じゃないっていうふうにもう原稿にも書いてあるよつって、どうしたの総理になってたのつって、総理になってたつって、で一応それでこうまたゴーストみたいに溶けていくわけですよ、消えていくというか、でもう助けてくれるじゃんつって、また記憶なくなりますから、うわーつって、でこう気づいた時にはもうこう呆然自失で、その前に総状態がマックスな時に5日間でこう、あ7日間で350枚、1日50枚書いて、元年時代っていうですね、今日来てるこの本を書き上げ、書稿を書き上げてて、もう僕はほとんど自動式みたいに書き上げてる原稿があって、僕はもう完全うつ状態で、総理大臣じゃないことに気づいて、しかも俺総理大臣なんか辞めるって自分で言ったことをもうそれを教えられて、っていう感じの状態の時に、これからどうして生きていくかって言ったら、生きていけないって言って、もう死ぬっていきなり言い出して、ああなんかバイト探さなきゃとか、ね、そうバイトをもう探しますって言ってて、そう、何だったらできるかって言ったら、またこのリクナビを、ああそうやったんですか、ね、そしたらなんか最近ですね、全然話は飛びますけど、リクナビからちょっとあの総理大臣としての一日を追いかけたいっていう今依頼を受けてて、まあ、今度撮影するんですけど、まあそれはどうでもいい話して戻しますと、それで何でしたっけ、あのそれで、もうやばいっていうことだったら、その現代時代のこう担当編集者の竹村さんともう一人、梅山さんっていう、まあ、あのこう風天の編集者みたいなのがいるんです、はいはいはい、その風天編集者がそのいらっしゃいまして、まあなんかこうあのなんていうか、よくあるじゃないですか、明日のジョーとかでこう目がこっちだけこうないや、いやなんかよくちょっと今むちゃくちゃなこと言いましたけど、あの私の現で言うと、あの竜太が
龍太の、あの龍太があの途中であのヤクザみたいになっていくシーンぐらいの梅山君って人がいるんですけど、はいはい、そういう人が来まして熊本まで、熊本まで来て、すごい早口の人ですよね。そう、うつ状態のまま、うん、まあ、あれうつだったんですね。そう、うつ、もう僕はうつ状態で、で彼が来て、でふーちゃんが来て、で3人まあ会いましてね、で今後のことちょっと考えようとというふうにあの言って、でここに向かっていくわけです。それで4月13日に、坂口教育総うつ管理条約がそのもう結ばれまして、この本にも出てますよね。そうですね、あの新しい家族を作らないとか、そう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 、あの、まあ、まさにそれですよね。だからその辺の経緯知らずに新しい家族って子供を産むだとかそういうことかなと思ったんですけど、まあそういうことなんですね。まあ、それで、はい、そう、それで、まあそのね、なんでしたっけ、草持ちの電話、草持ちの電話、まあ、これは命の電話ってことなんですけど、はいはい、命の本物の命の電話の方々からその、僕訴えられまして、そのトレードマークを侵害しているということで、まあでも実際にあれ、はい、2000件相談を受けて、はい、数えたら2000件でしたね。でその年の日本の自殺人数が2000人減ったんですよ。ちょうどね、3万1000人が2万9000人減りましてその15年ぶりに3万人来たんですよすごいですね。でもう訴えられたもんだから、うん、もう僕あの洗いざらいですね、あのその洗いざらい大臣にちょっと電話をして、その洗いざらいやってもらっていいかなって言って、そしたらそいつがですね、まあ、総務省から149億円まず命の電話に振り込まれてて、あの熊本もおそらくだから47都道府県で割るとまあ3億円ぐらい、ああで、あの役員がですね、この NTT 西日本 の、まあ、会長 と、トヨタ の、 あの熊本支社の方々とかって書き出してですね、そういうことをまた新聞で書くぞとか脅してたら、その命の電話の方が逆にこうただヤクザに引っかかったみたいな感じになってあのさらばになったんですけど、あのつまり3億円ぐらいもらっていいんじゃないかっていう話をですね、総務省に電話したら、そのまあほとんど病気の人と思われまして、何の話をしてたのかちょっと分からなくなってきたんですけど、何でしたっけ。まああのこのそうですね、まだどうして日記を書き始めたかとか、まあそれでですね、です、はい、書き始めたと、書き始めたっていうか、もともと書いてたんですよ僕は。ああ、2004年から。そうなんですね、あのまだコンピューター持ってない時代でした、僕が満喫で毎日ですね、あの本が出るというゼロ円ハウスで諸著作が出るときに、あの宣伝も何もないので、自分でちょっとホームページを作ってみようということで、OCN の無料のサイトを使いまして、坂口恭平のジャーナルという、まあ、ジャーナルというのは、ヘンリー・デビッド・ソローが書いてた日誌の、日誌がジャーナルというふうにタイトル書いてあったので、あのジャーナルがいいだろうということで、ジャーナルっていうのを書き始めたのが2004年の。2004年、はい、じゃあ10年前ですね。あれが、そうですね、2004年の3月ぐらいなんですよ。それが今度ちょうどあれも出るんですけど、ああ、坂口恭平の冒険、坂口恭平、要するにあれは日記をまとめて、そうですね、現代この、ソース日記の公表に乗じて乗じてまあまあその、 傑作現代生活証書っていう勝手にシリーズ作りまして、それで出るんだけど、それをやってたの、まあ、でも坂口さん日記っていう形式がね、僕すごく合ってるような気がするんですよね。こう喋ってもどこまで本当か分かんないじゃないです か、 なんか僕は、ね、全部本当のこと言ってるんですよでも本当の、まあ、それでもうちの母ちゃんは、またおひれみたいな、いつもおひれみたいな、よく言われるんですよ。なんかこういう、俺そうだこれでさとか言って、またちょっとなんとかかんとか、もう女優さんが来てさとかで、おひれとか言って、でもそしたら本当に鳴海莉子ちゃんが莉子先生来てくれたでしょ、お正月に来たり来てくれた事務所が電話かかってきた。だから時々そういう真実が混ざるから分かんなくなっちゃうんですよ、ね、でも坂口さん別にそこ、はい、操作的にそうやって上手に操作して嘘ついてるっていうよりも、うん、なんとなくそれが真実なんだっていう感じがこの日記全体から、まあ そっちの方が面白くないっていうこともあるとは思うんですけど、うん、まあそので僕はよく言うように、この本当はほらペットボトルも全部こう点線でできていると、こうほらね線が書かれていると思うけど、実はこれ点線なんですよ、もっと寄るとね、なんか本当は水はこぼれていると、でも誰も水はこぼれているとは思ってないと、はい、僕はちょっとこう当たったりするわけですよ。あ、当たるんですか。小さい H2O の分子がちょっと2、3個こぼれてるんじゃないかと思ったりするわけですよ、そういうように事実っていうのはその一方のせいじゃないですから、うん、直線じゃね、うん、転線なんですよ本当に。でも転線と転線をやると
人はなぜか知らないけど直線を引かなきゃいけないと思って、うん、勝手に直線を結ぶだけであって、うん、その勝手に人が星座を作ってるだけで、うん、僕からしたらただ満天の星って言ってんだけど、うん、満天の星だけじゃ納得しないみたいで、うん、いやあれは ペガサス座だとか、うん、そうペガサスお前見たことあるのかって言ったらそうペガサスは見たことないけどあれはペガサス座ではないかっていうふうにみんなそのすぐ線を引くでしょ、うん、僕はやりたいのはいつもその点線っていうか満天の星空なんですよ。星座を描くことがなんか人間の仕事になってるけど、でそれがこう自然的に大丈夫ですかこれそれ自然多分自然的に言ってるんじゃなくて、はい、本当にそう見えるっていう感じなんで、もうそれはもう本当にだからもうナイキじゃないですけどもうその、うん、ジャストドゥイットっていうかで、ね、その、うん、満天の星っていう感じなんだけど、うん、あのソロ作を作ると結局路上生活者をね、取り上げる建築学科卒業のなんかっていうまずすぐ全部線でこうで俺を塗り絵みたいにしていくんですよ、で俺はじゃあ満天の星空って言ってもそう伝わらないので負けじとですね僕は日記を書き始めた。なるほど。それがまあ向こう以上の言語化をしようっていう感じですね。つまり僕はじゃあそのゼロインハウスを作るときに裏でアートアンサンブルシカゴっていうそのねジャズバンドを聞いてるんだっていうのを僕にとっては説明するのはすごい重要なんだけど、うん、それをほとんど重要だと思う人はいないと思い込まされてるけれども、うん、僕のホームページに毎日100人見に来てたんですしかも最高なこと誰もリアクションのメールも何にも返ってこないでも時々会ったりしてたんです人と。で今日のあそこの本の話からのあの音楽やばかったっすねみたいな、うん、ゼロインハウス関係なくてありがとうございますみたいなそう俺はそういうふうに思ってた。どうにかしてそういうことから抜け出したいんだけど満天の星は満天の星と言って喜ぶわけにはいかない社会がこう常に、まあ、若い頃はあったわけでしょ。ずっとあってでそれを僕、日記をね2011年の、3.11 の前まで続けますから。あまあ、そんなっても続けてたんですけど、つまり7年間、うん、今度全7巻出るんですけど、うんうん、なるほど7年間続けてて、でそこからツイッターに僕移行して、うん、興奮し始めるんです。そうですね。どんどんその満点の星空で少しずつ人と、ね、坂口さんフォローしてるタイムライン全部坂口さんになって僕の近しい人は全員フォロー外してるわけですよ。いや僕も外してたんです。外してる。そうしたら突然電話が来て、ね、なんか日記があるんですけどって実はその時もう坂口さんフォロー外してたんで誰だっけ、ね、みたいな。そう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 。だからだから梅山くんが来たじゃないですか、で梅山くんが言ったんですよ、教育日記に戻ろうと、ツイッターをやめようと。なるほどね。でツイッターやめてやっぱツイッターはいいかもしれないけれども、うん、お前はやっぱりその今までのね過去の歴史を見る限り、うん、やっぱりちゃんと文字にして仕事してきたんだから、うん、ちゃんと塊のある文字を書きなさいと、うん、でそういうふうにまあ言ってくれて、あなるほどと。で、日記を戻した。でそれがあの4月15日の一番初めの原稿なんですよ。あはい、これで1ページ目にやっと入りました。ようやく戻ってきましたけどそれで、いやでも坂口さん本当僕日記っていう形式合ってるなと思うのは、はい、あのツイッターで誰かが言ってたんですよね、あのなんだっけ、260ページのページに坂口恭平っていう文字が200個出てるっていうのを、うん、まあ、数えた人も数えた人だなと思うんですが、そのララバイっていうアカウントの人なんですけど、いらっしゃいませんよね。多分いないじゃないですか。なんか地方にいると思うんですけどね。で普通日記って僕とか自分とか書きますよね、うん、でもなぜか坂口恭平って視点が上になっちゃってるんですよね。上というか要するに自分から見た世界というよりももっと俯瞰してる感じで日記がなっている。つまり日記がもう小説のような作品になっちゃってるっていう意味で、うん、すごく面白いなって。それを発見した人もまたすごいし、なんかやっぱり坂口さんはそういう、ね、それ自体作品になっちゃってる見方なんだなと思いましたけど。そうだからもう僕もちっちゃい頃からそのスピルバーグ先生をねこう、まあ、目の当たりにしながら、そのスピルバーグにはもう負けるわけですよそうだったんですか。もうだからちっちゃい頃勝負してた。そのちっちゃい頃にそのグーニーズからのね、その一連の攻撃、その攻撃あったんですね。その途中でその制作組織に移ってからもその予断も許さないその、はい、さらなる攻撃でニューヨーク東八番街の奇跡っていうのをまあ見せられてですね、僕はまあその制作組織でそこまでそのスピルバーグ その肉汁を垂らせるかと、ということでそのまあ映画監督をその時代で諦めました。ああそうだった。小学校4年生5年生ぐらいだと思うんですけど僕はあの南極物語からの犬の話から E.T. 見て、グーニーズでバックトゥザフューチャー、インディ・ジョーンズ、その
全てスピルバーグ作品は僕映画館で見せてもらってたんですよ、お父さんに。あのやたらと食いつきが僕は良かったらしくてですね、それで全部見て結論がその、まあ、無理だと。でもそれならばその坂口家は無価値化だと考えるわけじゃないですか、その小学校の時に。でその時考えたのは、いや私はその私の周りにはね、その芸人時代に出ましたけどタカちゃんがいると。あ、はいはい、私の周りにはタカちゃんもいるし、その私の右にはその、ね、弟がいて、でその人が僕には全部その読むべき本とかを小学校の時から全部彼が選んで僕に全部その お上がりをくれてたんですよ。そうそう、この本の中にもありましたけれども、坂口さん自分であのこういうなんていうか画が強い人だっていうふうに一般的に思われてるかもしれないんですけれども、全然自分で決めないですよね、こう作ってる時もですね、はい、なんかこうしたらどうですか的なことを言うと、あいいっすねみたいに全然考えてないような、ほとんど言いなりっぽい、ただの言いなりですよね。そう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 です。それでその代わり依頼は一切受け付けませんけどね。依頼は受け付けないです僕。なるほど。依頼されたことは絶対したくないというか、ただなんか草花が生えてますよねって言って、そしたらいやそれはあのスミレという花でございますっていう、あスミレでございますかと。このブルーはすごい綺麗だけど、紫と言ってもいいのかもしれないけれども、わからないねと。でこれはそのシアンがちょっとこういって入っておりまして、まあ、マゼンタがちょっとこのぐらいの割合でございますかねっていうみたいな、その星一世代ですよね皆さんね。え、何星新一、いや星新一に的に考えると、はい、そういう人たちがこうぴょこんとここのテーブルがちょっと蓋がこう開いてですね、はあはあ、ちょっと白衣姿のちょっと眼鏡かけたこう小さいおっちゃんがシアンマゼンタの割合はですねとか言ってホワイトボードがって横からコロ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 ってくるみたいなのが俺の中出そうなんですけど、はあはあ、出しちゃうとみたいな感じで、はあはあ、みんな出さない人がいるじゃないですか、はあはいはい、僕出しちゃう人なんで、はあ、出しちゃうと人生で退屈してる人かしてない人かだいたい結構つくわけですよ、はあ。で白石さん人生で僕の中で退屈している人なんです。なるほど。で、はい、つまり退屈している人は退屈してないことを求めますので、はいはいはい、つまりその僕の話を すごく面白くそれを受け取ってくれて、その僕も蓋を閉めることなく、そのなんか機械仕掛けのような、いやでもこれはもしかしたらその何らかの生物なのかもしれない、この白衣を着たおじさんはと思いながら、それ面白いですねとか言って印字しますかって言ったらこうなっちゃうっていう、そのギリギリのね、そのインディン・ジョーンズ先生からやっぱ教えてもらった、やっぱりこのドッスンが落ちるギリギリまで粘って落ちたけど、ムチもちゃんと忘れとけっていう、最後引っ張れっていう。だその時にみんなこの現実っていうものから一瞬だけそのゼログラビティできないかっていう感じがするんですよ。それ一瞬だけ、それ言いたかっただけなんですけど、そう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 、どっから言いたかったかってことを今話そうとすると面倒くさくなりますけど、戻しますと何でしたっけ、日記っていう形式が向いてる。そうですよね。ただ今回従来にないという点は、うつ期、つまり、はい、うつの時には日記書いてなかったわけですよね、これまでも。でそう、まあ、書いてないってことになってましたよね。で今回これにうつの時にこういうことを思ったみたいなことが書いてあって、実はこの本の見えないツボっていうか、このうつ期のこう凡庸さって本人を作家を前に言うのもなんですが、そこだと思うんですよね、その感じはね、あのだから本にした時もね、そのこれは最後まあ、狙ってるわけじゃないですけど、たまたまその僕が次書こうとしてる 7.11 の日付ですけど、7月11日に、はいはい、あるその梅山さんから日記を書けって言われて、もう必死こいて書いてたんです。ツイートし1日200ツイートしてましたから、原稿にそれだけ30枚以上書いてるんですよ、はい、でそのエネルギーを全てその日記にぶち込むんだと、ということで、ある一塊の原稿を書き始めて、でちょうど元年時代というこの、まあ僕の中では、ね、こう本当にターニングポイントになった本なんですけど、はい、これを書いたっていうその筆致がまだ残ってたっていうか、こういい感じでこう気持ちよく残ってたので、それも込みで書き始めてて、もう書いてる時からこれはその本にするつもりだ、でも出版社は何にもイメージしなくて、
で坂口恭平の日記を出すっていうのはすごく鼻につくなというか、その勘違い野郎鼻々しい何だかちょっと、うん、その役者なのか、うん、そのモデルなのか、うん、はたまたなんか文才がある人なのか、わからない人の作品のように見える、うん、ということで坂口的に却下されてたんですよ。あ、何らかの文化人的な振る舞いをしているなんか若い人の作品のような感じがして、気持ち悪い。あ、俺は全部こんなのその平積みにされてたら全部棚にまっすぐにするか、もしくはちょっと違う本をかぶせるぐらいのその書棚との戦いをやるような本になってはまずいという、その一応締め付けを作りつつ。初めて聞きました。本当ですか。それででも本にすることは決めていて、でも分からずに気づいたら750万書いてたと、うん、それが7月11日まで、うん、でその時に娘をね自転車で送ってたんです、はいはい、それで自転車を娘を送ってて、その時にひらめいたんですよ。宝楽饅頭っていう饅頭屋さんがあるんですけど、まあ、今度は出てます。熊本で有名なんですよ ね、 すね、ただの大判焼きなんですけど。それを買ってる時に待ってて、そのもう興奮してあっと思って、その実はこの中では4年前に会ったことになってたんですけど、そうなんですね、実は2年前にしか会ってなくて、今回ちょっとその話をしようと思って調べてたら誤植を発見しまして、2009年に一度会ったことのある編集者という形で僕が出てるんですが、ですね、実は後で考えてみたら ね、 ね、2011年で2年前だった。そうですね、2人とも4年前でもう共通してますね。思い込んでたんですけれども、いや、お薬飲んでね、アラームです。もう2回目スムーズがかかってる状態で、なるほど、はい、戻しますけど、まあ、実は2年前で、2年前の1月、そういえばと思って白井さんっていう人がいて、医学書院っていう、もう全く知らなかったです僕は。それでケアを開くというシリーズも全く知らずに、しかもそれに全く関心もなく、白石さんから1回本が送られてきたんですけど、それを読んで、でも実は読んでないんですよ、あれ一冊も。そうです。それでリハビリの夜とベテルの家の本を、送っていただいて、即答で、当事者研究のあるものは内省のできない躁鬱患者にはできないということを僕は電話で伝えたはずなんです。そうです、それで、それなので僕は自分のことを書かないと、うん、自分のことしか書いてない人間であるはずの坂口教授は自分のことを書かないとなぜかまあ言ったんですよね、うん、つまり躁鬱病に関しては、うん、その言及しない方がいいだろうっていうのがその時に思ってたことだったみたいで、でもそういうのがちょっと時間を経て、まあ、僕の場合大体付き合うと大体2年後か3年後しか作品ができないんですよ、やっぱり。あ、それでその時に、まあ、そういう意味では2年経ってて、そうですね、まさに2年ですよね。でいきなりひらめきまして、したら携帯に、実は白井さんの携帯を初めて会った時僕聞いてて入れてたみたいなんだけど、はいはい、その携帯をその割ったばかりで、その入ってなくて落ち着かなくなっちゃって、はい、もうとにかくこれで医学書院って調べて、医学書院でも編集部電話したんですよ。そうなんです。それで、ああ医学書院ですって言われて、ちょっと降りちゃったんで、ちょっと白石さんを呼んでくださいって言って、そしたらその医学書院ですから、まあみんな一応ほら気違いとまあ付き合ってますので、その実は僕も精神看護っていう雑誌もやってるんで、こういう電話が非常に多くてですね、どう、それでなんかその方も、あ、降りましたかっていうふうにおっしゃってくれて、じゃあちょっと急いでその白石を呼んでまいりますと。で、探したんだけど、白石がその外出中かなんかで、でもその俺のその切迫感も伝わっちゃってるみたいで、そうそうそう、もうすぐ僕のとこ電話して、なんか、みたいな感じで。なんかね、最初は変な人だなと思ったんだけど、坂口恭平って名前を聞いて、うん、なおかつ本物らしいみたいなことで、うん、そいつがもう興奮して僕のとこ、早くすぐ電話しなさい的な感じで。それでなんか電話かかってきて、で、白井さん降りてきましたっつって。今書いてるのを日記書いてるんですけど知ってますかって、もう知らなくて、知らないですもうツイッターフォロー外してましたから、そんな書いてましたっけって言われて、いやちょっと今坂口教員日記っていうのを書いてるんで、ぜひ読んでくださいというふうに、白石さんに言ったと。で白石さんが読んだ後に、とてつもなく面白いっていうふうに言ってくれた。でそれは僕は本当に、でこれが当事者研究として、その白石さんの中で、そうですね、そういうふうに言ってくれたのもあったし、僕自身もこれもうそこの入り口しかないっていうポイントだったんですよ。つまりもうなんか変な形に結局なった、その、その僕は高山直美先生ではありませんので、
高山さんみたいな本にしちゃダメだと思ってたんですよ。だからでも高山さん、いや僕すごい共通点感じてるんですよ。高山さんみたいな本にしたいんだけど、俺が高山先生に言っちゃダメだと勝手に思ってたんだけど、そうか、気違いコーナーがあったと思って、よかったよかったと思って、あ、これしかも研究所ですからね。そうです、気違いと研究セットちゃんと医学書院で。 そしたら弟が、いやこれ出版社の印字、これ医学書に入ってやばいこれいいよとか言ってくれて、あ、なるほどっていうふうに落ち着いて。いやでも先ほどその内製できないから当事者研究ができないっておっしゃったんですけど、当事者研究って、まさに反省しないっていうのがツボなんですよね。人ごとのように書く、うん、でそれが普通の人はみんなできなくて、俺はダメだ、あ、それこそこの うつき的なものしかできないんだけども、うん、当事者研究っていうのは割と人ごとのように書くっていうのがツボで、それがなかなかできないところに坂口さんが生まれながらにしてそういう当事者研究的なスタンスで自分の病気のことを書いていたっていうことにすごい感動しました、まあ、そうですね、はい、まあ現代時代を読み返すと、まあ、それこそ躁鬱病でも何でもないっていうか、自分の抱えてたなんか問題とずっと付き合ってたんだなっていうこともよく分かってきましたけどね。だから別に俺が躁鬱だと分かってから考えたことでも何でもないし、その僕がでもなんか俺いつも思ってたんですよ。なんかこういろんな出来事が起きるでしょ、誰にも伝えられないんだけど、誰かに伝えたいと思ってんだけど、その誰かに伝えたいという人間の存在感ぐらいの感じはなんとなく見えてて、体重ぐらいも感じてるんですけど、全然その輪郭が輪郭線になってくんないし、まあなんせ点線男ですから全部点線なわけですよ。だからぼんやりとしか見えてない。だけどこういう人にかなんか伝えたいんだけどっていうような、ね、体験がずーっと昔からってかみんなあると思うんですけど、だけどなんかよくあるじゃないですか、わかるよね、わかるわかるってあの会話があるでしょ、僕それが本当にそれを言語化したいのに、なんでみんなわかるぐらいで言っちゃうんだよみたいな。なるほど。でもその、ほら音楽ってこれどうすかって言った時に、わかるわかるってなるじゃないですかみんななんなんすかねあれね。さらにこうこういうのとかやるとさらにわかるみたいな感じだったりするわけですよ。俺これを伝えたいんだけど、これがなんか錯乱してるとか、サイクリス状態とかそういうことじゃ なくて、この時になんかすごく僕は読者だったんだと思ったんですよ。ああ、なるほど。自分で。で、俺は必死にそれで巣を作ったんですよ、自分で。そういう架空のそういう自分の意見を聞いてくれる、しかも聴衆はもう変わらん版のように待ってて、読み本待ってるんですよ。俺、滝沢バキみたいになってて、あ、医者やっちゃるでとか言って、ガンガン書いて、クワーって、この人を俺、こっち見せて、もう、はい、無視、はい、無視、はい、無視ぐらいで、本出してるのに、はい、全然売れないみたいな感じで。あ、無視ね。はい、無視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 みたいな。ドイツ語かと思いました。俺の、その巣の中に、ポンその、バシブ、バーンって言うバックとみんながこう取り合いになって、やべ、また読み本来たみたいな感じで、航空塾をこんなやって回し読みしてるやつらを作ってたら、うわ、これ読者じゃんと思ってた。今考えるとね、それ。でもそんなこと、俺原稿書き始めたの2007年とか8年ぐらいですから。まだ、もう、数年、8年、10、そうですよ、だから、50年ないですね。そうです、それこそその、プロっていうか、そのね、そうですよね、そういう原稿料もらって原稿書くようになったのはそう言ったけど、だって推敲を始めたのがつい最近だっていう、去年始めました。大変な。今少しずつ読書を今覚えてる。今フォークナー先生読んでる。もうこんなのみんな楽しんでたのかと思って、いやもう俺なんかもう全員から教育ようやく気づいたのって笑える瞬間あるじゃないですか、なんかこう初めてなんかちょっといけないものをなんかこう摂取した時とかに、はいはい、いけないものをちょっとなんかすげえ気持ちいいっすとかなった時の、みんなの、ああ今日もこっちの世界来たのみたいな、あのちょっと安定してるけどなんかこう嬉しいし、はい、みたいな感じにみんなが見え始めて、街の人たちが、あで嫁にちょっとやばいよみたいな、そのフォークナー先生との出会いの喜びをこの人たちはもうすでに知ってるのかって知っているも何もみんなその読んだり読書感想文とかやったりしてたり、なんかあるじゃないとか言って、ブクログとかあるしねみたいな、あれは何のためにあるのかと思ってたけど、あんなん分かってきたよとか言って、何の話をしてるのか分からなくなりました。いや、感動的ですよね。そうそう、そういう風にしてなんか天使っぽいですよね、坂口さんってね、なんかね、そういうところがね。そうですか、大丈夫ですか。神とさ、まあ、人の間のなんか小玉ぐらいはいけるような感じなんだよね。その、まあでもその
でもやっぱ精霊とかはね、うん、その、うん、まあその僕自身はずっと信じてるっていうわけじゃないですけど、その信じ、まあ、信じてるとかじゃなくてその、その僕がねその、まあ、ある時そのダンダールという精霊をと出会ったんですけど、ある時もうその、はい、まあ、自殺する直前には大体幻覚見ますので、はいはい、もう首を絞めようか、うん、っていうかむしろもうその窒息オナニー状態みたいな感じで自分の部屋でこう首をこうギリギリつってるわけですよ。でそのまま死ねばいいんだけど、チンコ立っちゃうとチンコの方を触り始めてとんでもないっつって、ちょっと待ってくれっつって、ちょっとこれ全部取ってフージャンセックスくれっつって、でフージャンとか戻るんですけど、でその時になんかまあそういうこう目をつぶしたらなんかあイスラム模様がみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう感じの感じに なっちゃうんですけど、うんうん、その時のそのダンダール先生っていうのがちょっと突然現れまして、ティキティキみたいな感じ顔ですよ、ね、ティキティキみたいな感じ現れて、でまあこれもみんなからは僕の周りの仲間からは、あ恭平あっちの世界行っちゃったんだっていうふうに今、うんうん、普通に思われてたんですよ、うん、すいません、ね、ちょっとアラームなんでこれあのバイブレーションしても音が鳴っちゃうっていう、すいませんね、ちょっと、ね、それで何でしたっけ、まあそれを言ってたら、はい、また嫁さんがね、ええまあ食卓でちょっと泣いてるわけですよ。あその恭平と、ダンダールって何だ元に戻すようだけど、俺はそうダンダールダンダールって言うのじゃないしたらもう青ちゃんとダンダールダンダールダンダールとか言ってね、もうなんかもう一大ダンダール祭りみたいになってて、春のダンダール祭りみたいなそしたらもう嫁がもう泣くくらきながら、何なのって昨日まであなたは首を吊る何だ何だのかんだの言って、私は玄関の前であなたが飛び降りてる、うん、その惨殺時点、うん、実験現場みたいなもうフラッシュバックにやられ続けてる、家に帰るのが怖いぐらい、それが今や何このダンダンって片足上げちゃう踊りながらそしたら俺も俺ですからもうダンダルもうここにいますから、いるんですよ見えないのって言い出して、あでもう喧嘩になるわけですよ。喧嘩になるんですか。まあ、喧嘩になるわ。ダンダールダンダール争いダンダールに関して見えないのとか言って、それふざけてるのどっちなの、ふざけてないの、いやふざけてないじゃなくて、うん、ダンダール先生だよとか言ってで、あおちゃんに見えるよねって言ったらダンダールさんでしょってで、それでまあまあその今2対1ですから向こうまだ見こもってたんで落ち込んでたんですよ。それで、それでもう次の日も朝もう寒い、寒くてみんなで朝起きて日曜日、で、ふーと青と並んでて、ちょっと誰かパン買ってきてよって言って、ちょっとパン寒い、パン寒いよなみたいな感じで、でも青が、そういえば今日、パパ、昨日の夜さ、その興奮してピクニック行くって言ってたよねって言って、ピクニック行くって言ってたっけって言って、言ってたわよ、あなたって言って。興奮したらあなたいつもさ、どこにでも海にはチャリンコで行って帰ってくるのは大変だからってタクシー全部乗っけてタクシーで帰ってきたらもう頼むからもうどこも行かないでよみたいな話で、ピクニック寒いよ今日って言ってて、ピクニック寒いかっつって、じゃあ家の中でピクニックすればいいんじゃないかっつって、寒くないとこでしょうかっつったら、あじゃあ家の中でピクニックできるのっつって、ピクニックっちゅうのはなっつって、フランス語のピクニックって、語源はフランス語なんだけど、それはなっつって、獣を殺そうとしてたその漁をしてるフランスの貴族が獣を殺した瞬間にそのなんかちょっといけないことをやっちまったみたいな、ああそういうことを何らかでちょっと覆うようなオブラートに包むような気持ちで、うん、ピクニックそのシシート敷いて、うん、一瞬だけその穏やかな、ああそのなんかアフタヌーンティーみたいな時間を作って、ああ一瞬だけ忘れる談笑のことを指す、うんうん、とか夜が言い出す、いいそうそう、また語源始まりましたって恭平さん、そうやってウィキペディアだけをずっとリンクしながら遊ぶのやめてもらっていいですかって言ってウィキで調べたでも、もう青ちゃんはもうピクニック状態ですから、ピクニックでしょ、ピクニックとか言い出して、もうしょうがないので、俺もう後ろのお尻からセサミストリートのあの赤いちっちゃいシートがあるんですけど、それをまあとりあえずもう布団畳むぞってみんな布団畳んで、みんなでパジャマ姿で寒すこんな感じで、でもうセサミストリートでもちょっとあおちゃん
春がいい、夏がいい、秋がいい、冬がいいって言ったら、春ぐらいかな、夏。じゃあ17度かなとかって17度設定して、こうファンヒーターもつけて、ガスファンヒーター、こういうのできるから家の中では。それでファンヒッツァ、それでしたらもうふーちゃんしょうがないです、ベーグル買ったから、じゃあベーグル切るよって言ったら、お前なんすかパン屋で買うんじゃなくてお前ベーグルあんじゃねえかよって言って忘れてたやつ、ピクニックって聞いたらそのベーグル思い出したって、でベーグルでそのあのチーズ&なんかクリームチーズ&ラズベリーみたいな、なんかちょっとそピクニック、そうピクニックっぽいねみたいな話になって、じゃああれじゃないかみたいな、であのクスミティ、ちょっとクスミティ、ちょっと高いクスミティをうち持てるから、クスミティっていう、そういうそれパリの茶葉があるんですよ、それをね、じゃあ入れましょうって言って、でみんな入れて、でその朝ごはんをただその敷いて、和室の上に敷いた、畳の上に敷いたセサミストリートの上で食べてたの。ああ、これで、ね、話は大変長くなりましたが、はいはいはい、ダンダールについて説明しますと、ふーちゃんに言って、はい、ここでダンダール調べてる人もいるんじゃないですか。ダンダール出てこないから、ウィキペディアで。それで、それでそのダンダールさんも参加していいのって言ったら、あおちゃんが言い出すわけ。じゃあ、みっちゃん、てっちゃんも連れてきていいって。当然でしょ、みっちゃん連れてきたやつで。あおちゃんはみっちゃんとてっちゃんっていう、まあ、2歳児の時はカイジコイジっていう2人組だったんですけど、みっちゃんよっちゃんっていうその性転換までして、そのなんか人間になったっていうことで、みっちゃんよっちゃんっていう友達がいて、まあ、イマジナリーフレンズで、イマジナリーフレンズみっちゃんよっちゃんと坂口教諭はダンダール、そしてふーちゃん、もう非常にその豊かなその会合が行われてた。これがダンダールだよって言ってて、まだまだ信じないわけですよ、ふーちゃんに。そしたらもう俺が「ああ」とか言って、あそこのさ、カーテンの向こうにあれ、リンゴの林が見えるかっつって。見えるよ。リンゴがいい感じになってるよねっつって。赤いねーみたいな。じゃあ、その中から一個さ、超うまそうの選んできて、ちょっと農薬とかついてないやつ、すっごい新鮮でいい感じのやつ、あれ一個持ってきてっつって。で、あおちゃんが、わかったわかったとか言って、で、まだまだ飲みに行って、カーテンの向こうめくってさ、林だとか言って、どうにしよっかなーとか言って、こう、リンゴ一個持ってきて、で、ちょっと、ふーちゃんにあげろって言って、ふーちゃんに、もうちょっと手出してふーちゃんですよ。ふーちゃんに、うわーって、その透明のリンゴを乗っけて、うわーってこう、ふーがこうした瞬間に、はい、ダンダル仲間入ってますって。はい、見えたでしょ、今って。負けたよ。そう、これなんですよって。いやー、しかし、何の話だ、ふーさんはすごいですね。やっぱ付き合わない、付き合わないと。どう見ても僕はふーさんに同情してますけどね。てか、皆さんそうだと思うんですけれども、まあね、 今ね、不安最勇気でふーさんにインタビューしてますけれども、そうそうそう時々さ怖いこと言うんだよ、私とさ青がさ、本当は青ちゃんが劇団ひまわりで、うん、私が女優とかだったらどうすんだろうねって言って、なんかさ、そうだよね、なんかもう泣きながら涙目でさ握手してくれるのはいいんだけど、本当にふーさんのファンなんだよとか言うからね、みんな。で、あの一方で、まあ、こういう時もあるし、うつの時は実質的にこう、はい、食事ができ、あの幻冬舎プラスの、あの、ね、食事風景があって、うつの時にはあんまりご飯食べないとか、うん、誰も信じないけどね、うつがあるなんかね。でもこれを作ってる最中にうつになってた時もあるんですよね。なんか躁鬱日記の最中あったでしょ、2回ぐらいあったんじゃないの。1回、うん、電話したら「うつ抜けしました」って言われて、うん、あ、うつだったのかと思って、むしろ打ち合わせしやすいなと思ってたんですけど、僕はあの時うつだったんです。 あのそうそう、でもね、うつの時決断すると本当やばいから、ん、あ、決断っていうか、こうあんま決めたくないじゃない。ああ、だからその時も怖いけど、ちょうど躁鬱日記の時は、だってか、まあ原稿大体、まあなぜか本作る時はなんかうまくいくんだけど、あ、でも本当は寝てんすよ俺、1週間から10日誰も信じないんだよね、うん、でも現場を見た人はもうあって感じなんだけど、もうちょっときなんかもう、なんかもうなんでみたいな、わざわざなんか暗くしないでみたいな、それくらい暗いんだけどね、誰も信じないっていうのがあるけど、まあ、今回出せてよかったっていうのは、そういうところ。でも本当信じてんのかなこれ、あ、この人気の内容ですか。 本当にこれは一応ね、その初めは坂口教諭日記っていうのを元に坂口総鬱日記を出す予定だったんだけど、うん、実は、うん、鬱の時にも原稿書いてんですよって言ったんですよね。それで、そう、本当ですかって言って、読ませてくださいって言って、白石さんに、もう僕は鬱記と書いてるファイルも全部検索して、それを全部そのパソコンとか持ってくればよかったね、いっぱいその
今考えてること考えてること後悔してることって感じで、そうですよね、なんかなんかダサいそのファイル名がいっぱい並んでいきなりね、僕には友達がいないとか、僕は悩んでいる、自分の性格、人付き合いの下手さ、仕事も中途半端でどうしようもない、ひどいよね、ひどいですよね。あとなんかそうか分かった、あの挨拶をしようみたいな、そうなって、そんな挨拶礼儀先手必勝でしょ、そう挨拶しよう先手必勝とか書いてあって、なんかこれ同じ人かなと、まあ、思ったんですけど、ね、それでこういうベースとこの層の全てのことがこう結びついちゃ う、うん、こう華やかな落差っていうのがすごいなっていう感じがします。しゃべさんが電話がってきて、うん、非常にこれはとてつもなく面白くないですねって言ってそれがねたまりませんって言われて、そうです、でだからすごい本当そのつまんなさに感動しました、あの僕こんなの初めてですよ。でもいや僕も感動したんですよ。だからつまんない原稿が乗っかるっていうのはそんなこと普通の作家の人たちっていうか一人もいないでしょ、そんな、まあ、あのノーベル賞とか取ればね、うん、昔こんな下手な新作時代あったのかみたいなのありますけど、まだ取ってないですもんね。そうですよね、そう、まあ、取る気もないですけどもう、まあ、取る気もないのに全集作ろうとしてる人間だからね。だからまあそういう意味ではそれが面白かった。だから白石さんの編集はとてもねまたこれまでと全然違う感じですっごい面白かったんだよねそうですか、そうで白石さんのこと全然知らなかったけど、あの白石さんのあの BS のあのテレビとか見て白石さん勉強して、はい、案外ちゃんと調査するんですよね、いろいろね、そうですね、なんかまあ関係ないんですけどもすごく頭いいですよね。なんか前喋ったこととか全部覚えてるじゃないですか。あと、まあ、本も実はすごく全部覚えてるし、はい、本の内容とか、あ、でもそこしか読んでないからです。本の内容は読んでないっていうか全部読んでないけど、全部 Amazon レビューを全部記憶してるんで、その Amazon レビューがなんでこんな読みやすいのかっていうか、その読んだ気に なるっていうか、あ、現物は読まないのにレビューだけ、もう Amazon レビューしか読まないですよそれで語ってるわけですね、あの本を。まあ、大江健さんそれはもうね、読んだことのない本を堂々と、ね、語る方法っていう素晴らしい名著があるじゃないですか、ね、あれもそうですけど、いやあれは本当に良かったなと思ったんですけど、大江健三郎先生は、この「源年時代」を書くときにその、梅山先生が俺にこう、その大江健三郎行ったっていう感じに出して、なんか大江健三郎さんのなんか親戚の方ですかみたいな感じになったんですけど、まずは一回潜れるだけ潜れっていうこととかをいろいろ教えてくれて、割とお二人似てると思うんですよね、最近の特に大江さん、どこまで本当か分かんない感じ。大江さんをね、その後個人的な体験って買いましたけど、もう、ね、読んでなかったんです。1ページ目のバードはでその本屋に行って地図の発信ぐらいで寝てますね。もうねそこ以降の記憶はほとんどないです、ね、でも、うん、私というその小説家の作り方とか、はいはい、その彼の、まあ、いわゆるエッセイと呼ばれているもの、ええ、でまたそれも梅山先生に寄せると、いや大江先生はエッセイも全部小説だろうと、はい、あ、なるほどということで、はいはいはい、そちらの方はリーダビティが僕にはあるんだなっていう感じで、そうですね、洪水はなんとかもう、うん、買いましたけど、うん、一行も読んでないですね。あれ本当面白いんですか、大江さんって。いや僕も中学時代読んで感動したことになってますけどね。本当はあんまり読んでないような気がするんですけど。そうだから、でもそれまあそういうことがあったんだけど、なぜかも最近本が読めるようになってきた。ああ。うん、少しでも今日はそんなそう状態じゃないでしょ。あ、まあちょっと多少あのサービス的な感じでちょっとあの。一応、まあ、本当のそう状態の状態を見せたつもりですけど、あのつまりこれ僕今ほとんどやってないので、あ、はい、こういう状態でほとんど会話をしてないというか、つまりこんなことするぐらいだったら書いた方がいいと思ってて、なるほど、これを本当は今書いてます。今はあのふーちゃんからもあの精神科医からも一応、はいはい、まあ、95点から100点の間、あのつまり人と電話してない、うん、内容を語ってない、うん、今日はちょっと久々に東京来て興奮して編集者に2人語り続けましたけど、自分の書いてる原稿を僕読み上げるんですよ。あの自動読み上げソフトみたいな、朗読するんですよね。そうです、なんか電話口で延々と、でもね、いや案外でも感動しちゃいます。あの白石さんが一番読み上げがいがある。あ、そうです。僕読み上げる人が 3,4 人いるんですけど、そうですか。一応皆さんそれぞれに
あの特色があって、あのまあそんなことするんだったら原稿書いてくださいっていうのと、まあでもまあ面白いねっていうのと、白石さんの場合はもう結構ちゃんとね、しっかり聞いてくれて、いや結構面白いですよ。まあ、やっぱりその気違い慣れしてるっていうのもすごいあると思うんですけど、いい方かなみたいな。そうだからそれはすごい、いや今回のはさす、いや さすが作品になりましたね。作品になるのかなっていう感じで思いながら、ね、いやあのフーさんからも年賀状が来て、あのこれが作品になって恭平は解放されたようですなんかそれ僕すごい嬉しかった。それはちょっと知らなかったな。あ、そうですか。あれ、はい、坂口さん書いてるわけじゃないですか。あ、全然僕は僕はあのそう文が書けないので、その文その人たちのためになんかその文章書くとかがちょっとよくわからないんですよ。その人たち手紙手紙、そう手紙は書けない。小説は書けるけど手紙は書けない。あ、それはもう手紙は全く書けずに、その中学校の時とかにこうよく手紙交換とかあるじゃないですか。面白いですね。織り込んで、もう女の子が手紙ね、付き合ってた女の子が返ってくるんですけど、はい、一回も返したことないんですよ俺。あ、それでなんかもう最後そのなんか解消がないみたいな感じで、そのなんか振られた覚えがあって、そういうつもりじゃないんですけど、それだけじゃなかったんじゃないですか。まあ、まあそうじゃないまあそうです、手紙書けないって面白いですね。手紙一切書けない。その坂口さんいろいろできないことが、手紙全部我々やりますもん。あのネット上であのその季節のなんとかとか、もうそこで止まっちゃう背景なんとか、その季節、今の季節って何なのとか言って、その腐ったみかんのやつだっけとか言って、なんかその植物とか全然知らないので、だから植物とかを使いたいんだけどって言ったら、書かない方がいいんじゃないのって言って、そうですね、僕はなんか昔からあの手紙とかを返さずに、あのそれはもう中学校からずっとそうでしたけど、お返しは全部手作りの何かでした。あの手作りのあのジムジャームッシュっていう映画をその俺がこう模写するとか、はい、そうちょっとまあ変な下手な文化少年でしたから、あのそういうそのジムジャームッシュってかっこいいですよ、ね、そのパーマネント、はい、あのバケーションっていうね映画があって、はいはい、どうでもいいんですけどね、それで踊ってる青年の絵を色鉛筆で描いて送って何ですかっていうふうに言われたっていう、その覚えがありましたね。そういえば大丈夫ですか。あれ、もう時間ですか。ごめんなさいね。いやもう永遠に話せるんですけども、ちょっともうじゃあね。いくらでも話せるんですけど、はい、ただいろいろ質問があると思うんですよね。ですか。時間大丈夫ですか。はい、あ、ごめんなさい。サイン会もあるんですよ。ごめんなさい。じゃあ2つぐらいじゃ質問を受けて。はい、何でも。はい。はい、どうぞ。はい。あ、こんにちは。マイクを使った方がいいかもしれない。あ、そうですね。皆さんのために。あ、こんにちは。はい。ちょっと質問がありまして、坂口さんは、何歳の時にその双極性障害が診断されたんですか。僕は2009年ですよ。あ5年前。なるほど。それまでそれが精神科に行ったのが、初めて。それまでは親なんか頭おかしくて死にそうになってんだけどっつって、俺全部親のせいにしてたんですよ、で、まあ、親のせいにする癖があるんですけど、多分この病気自体が。それで親が悪いんじゃないかっていうことで、その親の前で泣いて、車の中で泣いて窓ガラス殴ったりとかしてましたよね。それが2008年7年。でおかしいからっつって親父が、NTT だったんで、 NTT の職業カウンセラーみたいなのがいるんですけど、そこになぜかその NTT って、まあいろいろ福祉なんとかこう発展してますので、してますよね、その息子とかも行けるってことが分かったって言って、で行ってそのカウンセラーの人があったら、そのカウンセラーの人がなぜか知らないけど、ちょっと僕のそう状態にちょっとそのなんかこう感動しちゃって、その泣いちゃったし、なんか逆になんか本読みますみたいな感じで全然そのカウンセリング受けられなくてその元気なくなったら、いや教授あんだけかけたら大丈夫ですよとか言われて、いやそういうことじゃないんですけどねとか言って、でふーと会ったのが2002年で、2002年に初めて京都に行くんですけど、付き合ってその時に初めてそのふーの前で落ち込んだらしい。でふーちゃんはもうそれでこの人は危ない、そういういやなんか僕と落ち込むような人かなと思ってたみたいで、でその次の日ぐらいのそう状態のまま、僕ヒッチハイクであのふーの実家に行ってますから、
そうです、不安最有機、最新回に出てます、ね、はい、午前3時ぐらいですか、はい、2時、3時ぐらい、はい、そういうもの出てまして、自分で認識したのは2009年、でも割と最近ですよね。わかんないっていうか、なんか僕が会った時もなんかずーっと喋ってる人がいて、それは坂口さんだったんですけど、いや僕ソース病なんですよって言ってたんで、だからそっか2011年は全然、そうですね、そうですね、なんか2009年に分かって、はいはい、もう調べたらもうなんか先天性でやったみたいな、もうよかったって俺思ったの。だからこれが何か直さなくいけないものとかじゃなくて、もうこういう人間なんだっていう。あ、じゃあ割と自分の今までのことが割と分かったみたいな。そうそうそう、それで大体相応のほら偉人とかを調べるから、はいはい、調子悪いんだけど、そっち行きますか、うん、それで大体チャーチル、リンカーン、ゲーテ先生、まあそれででもカートコバンとか入っていくと、あ、自殺した、あのバジニアウルフ先生、あ、自殺したってちょっと落ち込んだりもするんだけど、リンカ先生、チャーチル先生とか言ってこう上げたりとか、それからはするようになりましたけど、それまではなんかいろ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 ね、あの人格障害であるとか、なんかほら一時期なんとか新書みたいなのなんか流行ったでしょ、はいはい、ありましたね、ああいうのとか、ちくまとかちょっとやめてくれっていう、俺は思っちゃうんですけど、そのもういや、それはそれはするかもしれないけど、そういうのもじゃあご自身で読んで、そう読んだりして、人格障害かもしれない。であとやっぱ加藤定蔵先生、やっぱあの加藤定蔵パワーが半端なさすぎて、一回加藤定蔵の世界にもう紛れ込んでしまって、俺はダメ人間であり、親からの圧力によってみたいな感じで嫁にこうやって見せたら、もうそれパッと取られて、加藤定蔵禁止って言われましたね。えらい加藤定蔵は、えらいですよ、加藤定、まあ加藤定蔵先生は悪くないですよ、別に加藤定蔵先生は全然いいんですけど、私たちの世界には加藤定蔵は必要ないと、はい、加藤定蔵は違う世界で頑張ってもらおうと、はい、加藤定蔵はそのラジオね、 NHK のなんか番組とかでなんかいろいろやってるらしいから、はい、そっちの世界でいいじゃないかと、はい、今日は別に NHK を信じるわけじゃないし、はい、質問の趣旨はこれでいきましょう。ありがとうございます。大いに参考になりました。そうですか。ありがとうございます。じゃあもう一個、はい。はい。じゃあそこはじゃあもう大声で言ってください。はい。どうぞ。すいません、あのすごい空気が読めなくて申し訳ないんですけど。はい。あの新政府の全然いいよ。独立国家の作り方で、はい、レイヤーの話があったと思うんですけど、はいはい、僕の中でレイヤーはイコール次元。はい。レイヤーが多数あるじゃないですか。はい。洋平さんは今、はい、何枚見えてる？やっぱそういう質問来ました。待ってました。うん。何枚見えてるっていうか、見えるものじゃないですよね。感じるものでもないっていうか、そうしな、そういうふ、だから僕が言ってるのは、その点線ですから、その、そういうものだっていう感じではないんですよ。つまりこう探りながら、考古学者じゃないですけど、ちょっとずつ砂を取りながら、こいつもしかしてティラノかみたいな、こうそういう感じでしかないですよね。だから今僕が言ってる、そういうレイヤーっていうふうに言ってるけれど、僕今また次の本書いてるんですけど、全然それ違うこと書こうとしてるんですよ。だからそういう意味では、その今はこういうふうに見せたけど、かといってこれが正しいわけではないので、でもある程度こういうふうに点を打っていきたいので、その あんまりそこの世界にも入り込まない方がいいんじゃないですか。いやそれはそれでね、僕は自信持ってもちろん書いてますよ。でもそれを感じたんでしょ。だからそれよくないっていう、それがもう5次元だろうか6次元だろうが、それはこの世界では絶対にその近くできないはずだから、そうなるとあなたと私は一体化されてるっていう世界のはずなんだよ。その時にそのあなたの質問を私が答えるという世界ないからな、多分そういうものを感じたんであれば、最後ですっていう感じでいいんじゃないですかね、っていう感じですかね、はい、じゃあもう一人、じゃあもう一人じゃあいらっしゃったんで、はい、どうぞ、大声で、大声で、緑の、はい、服の人、河村さん、すいません、素晴らしい、ですね、はい、相鬱の話じゃなくて、ゼロ円ハウス関係の話なんですけれども、ちょっと春から僕もゼロ円ハウスらしきものを作って住もうと思ってまして、一度やはり考案者である坂口さんに断っておいた方がいいんじゃないかと思って今日来たんですけれども、いいですか。
まあ僕の場合はですね、断る必要もなく著作権もなく勝手にやってくれっていうのが僕 の主張なんですけど、断ってくれた人に限り全て10万円受け取ることだったんですよ。なので10万円僕に振り込めばやっていいですから。もうあとはもう僕は断らない人はもう勝手に自由にやってくれって言ってるんですよ。でも断ってくれたらそのこの現代社会 その枠の中にきちんと収まってくれてるような自由な人々はお金を払ってくれると嬉しいです。ちょっとなかったことに、はい、そういうことなんですよ。だから聞かなかったことです。そういうことですよね。だから基本的に僕にあの許可とかは得ないでもらっていいですか。了解しました。その代わり僕に何も言わないでくださいっていうまあそういうことですよね。はい、はい、僕はあの訴えたりしませんので、訴えられてばっかりですよ本当じゃあ皆さんお疲れ様でした、はい、本当にありがとうございました。いやどうも本当にありがとうございました。なんかいろいろ雑談的な、はい、雑談ですけどね、もう本当今日は雑談するために来たんででも本当素晴らしい方だということで伝わったんですか、ね、この本の中にもこの素晴らしさがね、はい、やっぱり人に対する敬意みたいなものがここに応立してて本当感動する本だと僕思います。本当ですか。なんか僕の中では一つは今回、2004年からね、日記も書いて、ゼロ円ハウス出してから、ちょうど10年目、それで去年作った作品で少しずつ多分また皮むけてる感じがするので、うん、どんどん変わってますよね。もう今はもう次の小説、まあ、この話すると長くなっちゃうんであれですが、また、まあ、今ちょうど出てるね、慎重に生えっていう短編4つ目書いたし、また3月号にも新しいのが出て、3月7日、まあ、これまだちょっと発表しないですけどね、言わないで、はいはい、でそれだけ、まあ、200枚ぐらいの、中編書いたのもあるんで、結構そこらちょっともう完全にぶっ飛び始めてるんで、でもリーダビリティには富むように、あの読者を置いてきぼりにはするなという風のその遺言じゃないです。遺言じゃないです。読者を置いてきぼりにしてはいけないと。そのあなたが書きたいことを書くのではなく、読者の方がそのどう見えるかっていうのをちゃんとね。素晴らしい。あのっていう風に僕は受け取ってるだけなんですよ。面白いことはふーちゃんがなんで私がそういうこと言ったことないよねっていつも言うんですよ。そうでも俺はそういう風に聞こえているんだっていう風に言うんですよ。でそういうふうにさっきの2009年本当に間違いなのかっていうと、僕たち2人共通で2009年に会いましたよねってなったら多分2009年だったんじゃないかっていうね、うん、あのそういうような時間の塊であるとか空間の塊であるとか、まあ、それこそそういうもとにしても社会の塊があるわけでしょ。でそういうふうな中でやっていこうかなという感じが少しずつ、まあ、固まってはきてますね、うん、今からはおそらく都知事選とかに立候補するとかはないだろうしまあ、もちろんそ応援しますよね。そのやっぱ細川先生あの熊本こちらからちょっと実は送り込んでるんですけど、まあ、細川先生がもうそのあの、まあ、東京都にも来るということで、まあ、本当に受かるか分かんないですけどね、まあ、そういったこととかはもう一切もう参加しないだろうなという感じもしますけどね今後は、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうも本当にありがとうございました。